いつも動画に遊びに来てくださって本当にありがとうございます。いやーもうマジ簡単でマジ楽だから絶対知っててほしい楽ちんテクニックの解説です。それでは最後までお付き合いよろしくお願いします。知っておいて損はない、そんな簡単テクニック、どんなバイクにも応用可能な世界一優しいテクニックをお伝えしますね。今回は甘口レーシングを代表するバイク女子のステファニーさん登場です。最後までお付き合いよろしくお願いします。雨降り、ぐちゃぐちゃな路面、蒸し暑い、こんなきつい中頑張ってきました。まるで夜みたいに暗くなってきました。ちなみにこれバリッバリ朝なんですよ。なんならちょっと笑っちゃうくらい真っ暗になってきましたよね。本当にこれ朝なんだろうかっていうぐらい真っ暗です。正直前も見づらいです。実際走ってるのは朝の9時ぐらいなんですよね。本当に真っ暗です。ちょっと怖かったです。はい、状況説明はさておき、昨日ね、坂道さらに雨でぐちゃぐちゃなセクションに来ました。簡単に楽にクリアする方法を解説していきます。今回は走行中に直接ステファニーさんと会話した模様をご覧ください。押せる？めっちゃええ感じだったな。うん、起こせる？ちょっと待ってよ。起きる？ちょっと待って。あ、そうか。あ、起きたな。うん、そう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 、そこがいいな。まあ、あのとりあえず無茶にアクセル開けずに、あの後ろのタイヤをしっかりグリップさせてあげるために、できる限り後ろに座って、であのスタート以外もう両足離れてもいいから、あのなとりあえず後ろタイヤにグッと座ってあげてくれる。でアクセルはあんまり開けんように、ちょっとゆっくりやってみて。ここ重要なポイントです。アクセルを開けると登ると思ってしまうんですが、ただ路面を掘る、すなわち前に進まず林道を痛めてしまうだけ、そんな状況になりがちなんですね。そう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 、そうそうそう。でもそう言ったろ、多分今までだったらマーショール系スタートの時点から上がらんかったと思うよ。うん、それを今みたいにとにかくもう後ろに座るだけでいいから、アクセルゆっくり開けて、ここだけ越えようか。もうこれ越えとるけんな。あのスタートエンジンかけれる？ギア入っとるのかな。このままじわーっとクラッチつないでみて、じわーっとブレーキ離してじわーっと、じわーっといこう、じわーっと。オッケーオッケーオッケー。これで機能ね、変わったからいける。変わろうか。行くよね。行くよね。行くよね。だって行けるもん。行くよね。行くよ。さっきと一緒。とにかくリアに座ること。うん。足はポンポン両端ついてもいいから。で、そう。とにかく丁寧にアクセルをもうとことこ上げてあげる。足りんなったらちょっとずつ足してあげるイメージ。そう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 。そう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 、リアリア、そう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 、リア荷重思いっきり、そう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 、あー上手、すごい。で僕がリスタートできるんかしら。セクションの確認です。濡れた路面、木の根、わだち、3つ揃っててなかなかです。さあ林道で独り言言うおっさん監督もリスタートにチャレンジです。ご覧ください。スローで見てみましょう。かなりリアに座ってるんで、ゆっくりアクセルでもグリップしてフロントが浮いてセクションを越えることができます。
動画の最後にステファニーさんとこのテクニックについて確認するんですが、ひとまずお分かりいただけたでしょうか。スーパー安全で簡単楽ちんテクニック、いかがでしょうか。このようなシチュエーションだとどうしてもアクセルを開けてエンジンの回転でリスタートしたくなるんですね。でも滑りやすい路面や上り坂ではそれが逆効果になりやすく、体力も消耗して路面を掘っちゃうだけになってしまいます。そこでぜひ試していただきたいのがスーパーゆっくりアクセルです。バカみたい、俺は全開で行くぜベイビー。そんなこと言わずにぜひぜひスーパーゆっくりアクセル試してみてください。この簡単テクニックは様々なセクションやオフロードだけでオンロード走行にも役立ちます。オンロードでのツーリング先、急な雨に降られた時、緊張するサーキット走行でも使えますよ。ぜひ覚えていてくださいね。では今回のテクニックについてステファニーさんと最後のポイントについて確認していきたいと思います。なくなるところまで座ってみて、フェンダーがぐにゃっとなるけ、ちょっと大げさめに、もっとただフェンダーの感じんぐにゃんが、もうあ、でもそこぐらいまでは下がれるんよ。そこから2センチか3センチ前だと手に余裕がある。そしたらめっちゃグリップするんよ。そうで、まくれそうになったらゆっくりじゃから、そうやって前にかぶせるわ。でグリップが足りんなったら体を起こしてみ、そうそう、そしたらリアタイヤに荷重がかかるわ。それお分かりいただけたでしょうか。当たり前のお話かもしれませんが、案外忘れていたり勘違いしている場合もあります。ぜひ皆さんもウィンドツーリングやレースで試してみてください。それではまた。